新居浜市沖の大島で特産の白いもの収穫がピークを迎えています。新居浜市から 1.5 キロ離れた大島で現在収穫のピークを迎えているのが特産の白いもです。さつまいもの一種白いもはねっとりとした食感と糖度15度といわれる強い甘みが特徴で、生産量が限られていることから幻の芋とも呼ばれています。 0.7R の畑で白芋を育てている地域おこし協力隊の森野義武さんは、クワを使って直径10センチ余りに育った白芋を一個一個丁寧に収穫していました。今年は雨が少なかったため一株についている芋の数は少なくやや小ぶりですが、品質はいいということです。美味しく食べていただければと思うんですけど、一番焼き芋なんかなと思いますね。白芋の収穫は来月中旬まで続き、森野さんの畑では今シーズン例年の6割ほどの300キロほどの収穫を見込んでいて、市内の産直市などで12月から販売されるということです。